森福雅彦は愛知県豊橋市出身の元プロ野球選手、野球解説者、左投げ左だ。豊橋市立栄小学校1年生時に花田フレンズで軟式野球を始めた。小学校6年生時に豊橋選抜の投手として全国制覇。中学校では豊橋スカイラークスで公式野球を始めた。豊川高等学校進学後は 高校2年、3年ともに夏の愛知大会で2年連続準優勝。高校2年時には56イニング自責点ゼロの記録を樹立。これは工藤君康の愛知大会記録を更新するもので、当時は三河のドクター系として話題になった。準決勝では山内相馬、長谷部公平を擁する柿津端高校にも完封勝利した。しかし決勝では、 どの上えつよしし、丸山隆史を要する愛好大名伝高校に、0から3で敗れた。2005年に、シダックスに入社し、3月に行われた、東京スポニチ大会で高等して、新人賞を受賞、武田マサルと並んで、シダックスの主力投手の一人となり、第76回都市対抗野球大会、第32回社会人野球日本選手権大会、出場の原動力となる。 2006年は、都市対抗野球東京二次予選では明治、安田生命を相手に打ち込まれて、予選敗退を喫し、JR 東日本の補強選手として、第77回都市対抗野球大会に出場。堀井哲也監督の指導の下でクローザーを務め、JR 東日本のベスト4進出に貢献した。その後、シダックスの敗部が決まり、日本選手権、 関東二次予選では東芝を相手に先発したものの集中打を浴びて敗戦。シダックスはこの試合の敗戦をもって活動を停止したため、シダックス最後の試合で先発した投手となった。シダックスの敗分に伴う特例で高卒2年目ながらドラフト対象選手となり、ドラフト指名されなければ JR 東日本への移籍が決まっていたが、2006年大学生、 社会人ドラフトで福岡ソフトバンクホークスに4巡目、指名を受けて入団。2007年3月31日に一軍昇格し、同日の対チバロッテマリーンズ戦の9回6点リードの場面からプロ初登板。無失点でのデビューだった。4月10日の対ロッテ戦、本拠地福岡ヤフージャパンドームデビューの試合も9回12点リードから1回を無失点。 5月3日に2軍での再調整を言い渡された。7月11日に再昇格したが出番なく7月28日に降格となった。1軍では7試合登板で防御率1.50でシーズンを終えた。2008年開幕を1軍で迎え6試合登板したものの5月2日に再調整で2軍降格となった。ウエスタンリーグでは5月14日の対 中日ドラゴンズ戦を境に、約2ヶ月間の公式戦欠場が続き、7月15日の第中日戦で実戦復帰。1軍には昇格することなくシーズンを終え、2軍でもわずか12試合の登板、防御率5.40だった。周期キャンプから本格的にサイドスローに転身するため、投球フォーム改造に取り組んだ。2009年、 4月21日に一軍へ昇格し、同日東京ドームで行われた、対日本ハム戦で6回2点リードから登板し、三者連続三振でプロ入り初ホールドを記録した。2試合連続で走者ありからの勝ち系統で登板した、ものの死球絡みの途中降板を続けて5月1日に二軍へ降格。7月18日に一軍へ戻り、7月30日の 対オリックスバファローズ戦で、福岡ヤフージャパンドーム初のホールドを記録。8月3日の対ロッテ戦では3回3点ビハインド、1死から7回1死まで自己最長の4イニングを投げ、無失点に抑えた。しかし、その後3試合連続で失点し再び2軍へ落ちた。9月25日に最昇格を果たすと、主に大差でのワンポイントリリーフとして4試合投げて、レギュラーシーズンを終えた。 2010年、開幕を1軍で迎えたが、3月28日から3試合連続で、失点し2軍へ、降格、5月26日に昇格するも当番なく、降格、6月18日に2度目の昇格を果たすと、大差ビハインドながら6試合、無失点と高騰し、以降負け試合の中継ぎに定着。この試合を境に、重要な場面での当番が増加する。 翌日8月27日対ロッテ戦では先発、山田大輝の後を受け、5回一死満塁の場面で、当番、3番、井口忠人を空振り三振、4番金大金を初級セカンドゴロに打ち取り、6回も無失点に抑え、プロ入り初勝利を挙げた。8月15日から30日までに当番した6試合、11回、2、 3を投げた、サイのホイップは0.343という数字を残している。9月7日から3試合連続のホールドを、記録、9月19日から2連勝など、カット介ケスケと共に、セッツただし、ブライアン・ファルケンボーグ、マハラ・タカヒロからなる、SBM に次ぐ存在となり、リーグ優勝に貢献した。3勝はすべて先発の早期降板後に1回1。 3以上を投げて、無失点に抑えていたものである。クライマックスシリーズファイナルステージでは10月16日、第3戦で6回1点リード西1、2位から1イニング、無失点でポストシーズン初ホールドを記録。10月18日第5戦は8回4点ビハインドから当板し、9回西2塁2から清田育博に、ツーランホームランを打たれて、チームは敗戦。 4試合で4回を投げ防御率4.50だった。2011年、開幕戦から勝ちパターンで登板、4月17日に、アレックス・カブレラの補給エラーにより、走者を一人返したが、6月1日まで17試合連続、無失点。その間の5月1日の対ロッテ戦で9回5点リード、西万塁から石峰正代を、ショートゴロに打ち取り、プロ入り初セーブを記録した。 同時にパシフィックリーグ26人目となる一級セーブも達成した。7月19日から9月13日は、前任の走者を一人返したものの20試合連続、無失点を記録した。先発に転向したセッツ、不調の前原、故障の甲ウフや藤岡義明など、リリーフ陣が続々と離脱する中、彼らの穴を埋めるべくセットアッパーに定着し、チーム最多の60試合に登板。 四勝を挙げて、チームのパシフィックリーグ連覇に貢献した。クライマックスシリーズファイナルステージでは11月4日、第2戦で8回1点リードで登板し1回を無失点に抑えて、ホールドを記録、11月5日、第3戦では10回1点ビビハインドにしまん類から、星高の量、サードフライに打ち取り、援護により、同点となった11回は三者凡退に抑えて、後続へつなぎ、 CS 突破を決定づける、長谷川雄也のサヨナラ打を読んだ。日本シリーズでは11月15日の第3戦で2点リードにしから1人抑えて、ホールド11月16日第4戦では6回1点リード虫満塁から、当番、小池正明を空振り三振、平田良介を、レフトフライ、谷重元信を、ショートゴロに抑え、7回までの6者連続の凡体とし、 連日のホールドで勝利に導いた。これは後に森福の11球と言われた。11月20日第7戦は9回3点リード虫1塁から森野正彦とニブランコの2者を打ち取り、セッツへ繋いでチームの日本一に貢献した。5試合に登板し、打者16人に投げ、無失点に抑えた。アジアシリーズでは11月25日の 対等イ,イ,イレブンライオンズ戦で9回4点リード、西12塁から投板し、鎮元にタイムリーを浴び、細川徹の守備側の無関心により、23塁とすると、半竹尾の3塁打により1点差に詰め寄られて、降板となった。11月26日の対サムスンライオンズ戦では8回9点リードから、投板し、クリーンナップのホースズミン、西明田堺、アキラサカイ こう捧さぐ系を三者凡退に抑えた。また、この年は、オールスターゲームの中継ぎ投手部門で、ファン投票1位で選出され、7月22日に、名古屋ドームで行われた第一戦で7回4点ビハインドから4番手で、プロ初の出場、ウラディミール・バレンティン、坂本・ハヤトから三振を奪うなど1回を無失点に、抑えた。7月24日にクリネックス・スタジアム・宮城で、 行われた第3戦では7回5点リードから三者凡退に抑えた。2012年開幕から8回を担当し、16試合連続無失点のスタートを切った。クローザーを務めていたファルケンボーグには故障歴があり、3連投を避けるため連投翌日のセーブ機会には森福が代理で登板していたが、5月18日にファルケンボーグが右肩の張りを訴えて、 登録抹消されたことでクローザーを任されることになった。6月10日からは5試合連続のセーブを記録した。8月8日の対日本ハム戦、杉谷健士に二塁打を打たれ、サヨナラ負けを喫した。9月7日からリーグ戦終了までの14試合は、点を与える試合もありながらも、自粛0で終えた。前年を上回るキャリアハイの65試合に登板し、2勝5敗17。 西武24ホールド、防御率1.39を記録した。また、前年に引き続き、オールスターゲームに出場、7月20日に京セラドーム、大阪で行われた第一戦に5番手で登板し、1回を無失点に抑えた。クライマックスシリーズファーストステージは、第一戦で9回2点リード無四万塁から登板、クリス・カーターのショートゴロの間に一人生還させた。 ものの後続を抑えて、自身初のポストシーズンでのセーブを挙げた。第3戦では8回2点リードから1回を無失点に抑えて、ホールドを上げ、ファーストステージ突破に貢献。ファイナルステージでは、第1戦に7回同点1死1塁から2岡、ともに決勝打となる勝ち越しタイムリーを打たれ、 第2戦でも7回1点ビハインド1死2塁から、糸井を雄に2ランを打たれ、チームも CS 敗退となった。オフのオフの11月6日に、サムライジャパンマッチ2012、日本代表 VS キューバ代表の日本代表が、発表され代表入りした。第2戦に、出場、6回同点から登板し、1回を投げ、無失点だった。 12月27日の契約公開交渉では5000万円アップとなる年俸1億2000万円でサインした。また、12月4日に第3回 WBC 日本代表候補選手34人が発表され候補入りした。2013年2月20日に第3回 WBC 日本代表選手28人が発表され代表入りした。この大会では、 WBC 第1ラウンドでは3月6日の対、キューバ戦で7回3点ビハインドから登板して、死球を1つ与えたものの1回を無失点に抑えた。WBC 第2ラウンドでは3月12日の対、オランダ戦では7回7点リードから登板し、無視2.3塁とするとザンダーボガッ月のタイムリーナやアンダで1失点、ランドルフ・オドゥバーにも犠牲フライを打たれ1回に失点だった。 3月15日に左肩痛を発症し、同日の強化試合を回避した。レギュラーシーズン開幕には、左肩が感知し、3月30日の大楽天戦で9回2点ビハインドから登板し三者凡退に、抑えた。大隣健治の急な腰の張りにより、5月6日の千葉ロッテ戦で自身通算200試合目の節目で7年目に、して、プロ初の先発を経験したが、 56球を投げ2回、1失点で降板、敗戦投手となった。6月10日に2軍へ降格。7月3日に1軍へ戻ると7月10日から8月22日まで、間、16試合連続無失点。8月31日からの10試合も無失点と後半戦は立て直した。ホールドは15と減ったものの、この年は前任者が残した走者を36人背負いながら、 生還させたのはわずか3人と要所で、相手の勢いを止める役として、チームに貢献した。2014年、開幕から一度も抹消されることなく1軍で過ごし、5年連続となるホイップ1未満を達成。9月11日から9月28日までチームが1勝9敗と、苦しんだ期間は5試合に登板しすべてビハインドからの登板だったが、走者を一人も生還させなかった。 クライマックスシリーズファイナルステージは10月15日、第1戦に9回1点ビハインド1死から登板し、5番、大谷翔平から空振り三振を奪った。10月18日第3戦では6回2点リードにし、1、2塁から西川春樹に支球を与えたが、中島拓也は、空振り三振に切って、ホールドを上げた。4試合を投げにホールド、防御率6.75だった。 阪神との日本シリーズは、第一戦にして、福留孝介にタイムリーにベース打たれ、その一試合の登板に終わった。12月26日の契約公開交渉では4年連続の50試合以上の登板が評価され、年俸1億6000万円でサインした。2015年、一軍公式戦で14ホールドを挙げたが、0勝2敗、防御率5.82、タイミ打者の被打率が、 455を記録するなど不振。登板数も32試合にとどまったため、5年連続の50試合登板を逃した。8月17日に出場選手登録を抹消されてからは、一軍から遠ざかる一方で、ウエスタンリーグの公式戦や3軍戦上の調整登板を経験した。9月20日には、ウエスタンリーグの大阪新戦で最後に登板。 チームがこの試合の勝利によって、同リーグ史上初の4連覇を決めたことから、同上げ投手になった。一軍も日本シリーズを連覇したものの、森福自身にはポストシーズンでの登板機会がなかった。2016年、一軍公式戦では2年ぶりに50試合へ登板。もっぱら対左打者用のワンポイントリリーフとして起用されたため、 通算の投球イニングは27回にとどまったものの、7月と8月に4連投、9月に5連投を経験。通算で2勝1敗16ホールド、防御率2.00という成績を残すなど、前年の不振を脱した。レギュラーシーズン中の8月上旬に国内 FA 権を初めて取得。ポストシーズン終了後の11月4日にはソフトバンクでなければ、 今の自分はいないとしながらも、自分の置かれている立場に満足していないので、一番輝ける場所で野球がしたいという理由で権利の行使を表明した。2016年11月10日付で、NPB からフリーエージェント宣言選手として公示されると、翌11日には、巨人が複数年契約を条件に、森福への入団交渉を開始。 FA 宣言選手の残留を認めているソフトバンクも複数年契約を提示しながら森福への残留交渉を続けていた。しかし森福は12月1日にソフトバンク球団の幹部に対して巨人へ移籍する意向を表明。これにより巨人への入団が決定した。なお森福の推定年俸1億2000万円は NPB の FA 権の規定で C ランクに該当することからソフトバンクに対する保障は必要ない。2016年12月5日に巨人が森福の入団を正式に発表。森福自身も DNA から FA 権の行使で移籍した山口俊と共に入団記者会見へ臨んだ。背番号は13。巨人時代2017年公式戦を一軍でスタート。 セットアッパーとして期待されたが、開幕から7試合に登板して0勝2敗、防御率5.40と散々な結果となった。タイミング打者の被打率が、389だったのに対して、本来得意であるはずの左打者に対する被打率が、それを上回る。400という不調で、4月24日に出場選手登録を抹消された。5月16日に、再び登録されると、 5月24日の大半新戦6回裏西から登板。1回1、3を無失点に抑える口頭でセントラルリーグ公式戦初勝利を挙げた。しかし6月1日の楽天戦で1回に3を投げて敗戦投手になると左打者に対するワンポイント起用に戻され、7月中旬からは登板機会が減少。8月11日に同じ中継ぎ左腕の山口哲也と 入れ替わる形で再び一軍登録を抹消され、以降昇格することはなかった。二軍では安定した投球を続けていたが、ファーム、日本選手権では左打者の坂倉翔吾に決勝点となる勝ち越し3、ランホームランを打たれた。遺跡初年度は30試合の当番で6ホールドに終わった。二千十八年、開幕は二軍となり、六月十三日に初めて一。 軍に昇格。チームに不足する中継ぎ左腕として期待されたが、昇格初日の古巣ソフトバンク戦で2点ビハインドの9回に登板し、打者3人を4球で打ち取るなどしたが、6月26日の広島戦では、サビエル・バティスタの本塁打を含め4安打3失点で、降板、7月2日に2軍落ちとなると、シーズンオフまで1軍昇格はなく2試合で、投球回2回で、 勝敗セーブホールドのいずれもなく、防御率13.50で終えた。2019年、開幕アニ軍で迎え、4月25日に一軍昇格。6月21日の対ソフトバンク戦では、同点の6回に登板したが、福田周平に満塁ホームランを打たれた。10月2日、巨人からの戦力外通告を受けた。12月24日に、現役引退を表明。 2020年2月9日、宮崎市で行われているソフトバンクのキャンプを訪れた。住まいを東京からかつて住んでいた福岡へと移し、今後の進路に関してはいろいろと模索しています。探しながら、この野球選手としての感覚を捨てないといけない。勉強していきながら、ですね。せっかくなので慌てて決めたくはない。ゆっくりといろいろ見ながら見つけていきたいと思っていますと、 まだ、未定という。ただ、解説者としてのオファーは受けているようで、ありがたいことに、解説の話をもらったので、野球を勉強しながらやっていきます。子供の頃から野球を見るのもやるのも好きだった。野球を見られるというのは、楽しいと語っていた。同年からは、九州朝日放送と、RKB 毎日放送とスポーツライブプラスの、野球解説者に就任。 森福の東急ホーム高校時代は、スライダーのキレとカーブの変化で、三振の山を築くスタイルで、プロ入り前は、ストレートの最速が 143km で、遠投は 100m だった。プロ入り当初は、スリークォーターで、オーバースローとサイドスローの二刀流になり、2008年の周期キャンプからホームを改造し、サイドスロー一本となった。2008年10月時点では、 緩いスライダー、スラーブを投げていた。2010年に、投球開始までの静止時間が長いフォーム、および、サインの交換が終わってから、投球モーションに入る際に左手を高く上げる、独特の動作を特徴とする、サイドスローへ転身。平均球速約時速 134km、最速 140km 序盤の速球と真横に、滑るスライダーシュートを投げ分け、 ボンダの山を築く投球スタイルとなってから才能が開花した。リリーフで登板する際、ファウルラインの手前で帽子を取りグラウンドに向かって一礼してからマウンドに上がる。お茶目な人物だったのでお茶目と言われてて、それからお茶目が愛称になった。その後お茶目がチョメになり愛称は山城慎吾のチョメチョメを真似したことに由来する、超明ら。 ホークスの背番号19は、シダックスの監督であった、野村克也が、現役時代につけていた番号である。野村は、当時第一印象として、体が大きくなく、球速も速くないため、しんどいと思ったそうで、プロから声がかかった時に大変驚いたという。そこで、困った時に、外角高めでストライクを取れるコントロールを磨け、球種はストレートとスライダーしかなかったため、 シュートを身につけろと教えたという。プロ入り前に目標としていた投手は身長160センチ台後半で当時5年連続2桁勝利を継続していた石川正則とシダックスの先輩であり、チームを日本一に導くためにチームのために身を削った武田正則の二人である。ファンサービスも大切にしており2012年2月のバレンタインデーで チームトップの200個のチョコレートをもらうなど人気がある。2012年にはオールスターゲーム出場の際に将来的なメジャー挑戦志向もあることを明らかにしていた。プロレスラーの吉野正人と親交がある。ありがとうございます。